はい、本日はですね、11月に着たい洋服をずらーっと並べさせていただきましたということでね、こちらに並んでるんですけども、11月そろそろ寒くなってきましたよね。そろそろはフリースやらなんやマウンテンバーカーやらちょっとがっちり着ていかなあかんなとは言うてるんですけども、まだダウンジャケットはちょっと暑い。じゃあダウンジャケット暑いんやったら何を着ていくのっていうと、ここにずらっと並んだんですね。今回それを紹介はしていくんですけども、特に11月ってね、紅葉とか見に行くとかちょっと出かけるってなっても、風冷たい時もあれば暑い時もあるじゃないですか。そんな時なんかにどうやって着ていくんですかいうのをね、この辺をちょっといろいろ紹介していこうかなと思いますので、本日の流れとしては僕が着たい洋服っていうのを14点バンと紹介していって、で実際それも着用したりしながら、あとどういう着用シーンをイメージしてる、こういう時に着たいな、こういう時に着たくないなみたいな話をねお話ししていこうと思いますので、こんな感じでいきます。ではまず一つ目ね、行きたいなと思いますが、一つ目が何かというと、まあこれも定番中の定番なんですけど、僕が今履いてるアルパインライトパンツね。これは秋口に履きたいというよりか、まあ年中履きたいんやけども、ただ夏場はちょっと暑いじゃないですか。でかといって9月ぐらいはまだあの汗ばむでしょってなった時に、まあ、10月11月ぐらいが本格的にちょうどいいんですよ。でね、ノースフェイスのね、こういうなんやったかな、エイペックスフレックスなんとかパンツみたいなのがあるんですけど、これやとちょっともう寒い、生地がだいぶ薄いからね、あのちょっと寒いかなと思うんやけども、ちょうど今ぐらいの時期やったらね、アルパインがいいかなと思います。で視聴者の方によってはね、このアルパインライトパンツって冬場にいいっていう方もいらっしゃるんですけど、僕は冬場寒い、もうこれだけじゃ寒でね、履かれへんから、ちょっと冬には僕逆に履かへんかもしれないんやけども、まあ11月10月で、まあ12月もまた暖かったりするから、この時期にね、なんか履けますよねなんて言ってるのがアルパインライトパンツ。こんなね、足グイングイン上げたって何もしんどくない。でも綿パンとかたまに履くでしょ。ほなこれ足上がらへんから、チャリンコとか乗ろうと思ったらこう突っ張るしね、バイク乗ろうと思ったりしたらね、裾ぐんぐん上がってくるんですわ。これ情けないでしょ。だからこのすね毛出してね、走ってる場合じゃないからね、あのまあこういうアルパインライトパンツは履き心地が良くていいかなと思いますっていうのがまず一つで、二つ目に行きたいなと思うのが、二つ目何かというと、こちらのパンツ、またパンツ続きなんですが、これはまた全然違います。前回、あ、先月のね、買って良かったもので出したんですけど、デナリパンツ。やっぱこのパンツもね、フリースのパンツが活躍する時期っていつですか、せーの、11月ということでね、そう、まさに今月なんですよ言ってるんですけども、やっぱフリースのパンツって、まあったかいのはもちろん当然なんですけど、最近とかやったらもうなんていうの、私服としてもね、ちょっともう認められてらっしゃるじゃないですか。スウェットパンツとかもそうやし、あとフリースのパンツなんかもこう大人の方が履くのでも、あの違和感なく履けるっていうところで認知されだしてるしね、まあ、雑誌とかでもよく載ってると思うんですけども、ちょっと前までやったらね、ちょっと部屋着感が出てたりとか、ちょっといかにもこう登山っぽさが出てたりとかしてね、うーんどうかなーなんて言ったりしてる人もいてたと思うんですけども、今やったらもう全然こう市民権を得ちゃったというか、もうファッションとしてのアイテムなんでね、まあ、そこはね、あの使い勝手いいんかなというところでね、ご紹介させていただきました。ただこのデナリパンツ、サイズ感が注意ですっていうのもね、あのワンサイズツーサイズちょっとちっちゃいと思ってもらってもいいかもしれません。まあ、なんでなのというとね、そもそもやっぱこれね、さっきのアルパインライトと比べるとね、伸びない、全く伸びひんからね、あの動きやすさはないんです。だから暖かさはあるけど、動きやすいかって言われたら、うん、どうかなっていうところで、まあ、特に室内で活動されてる方とか、あとはあんま屋外にね出えへんよっていう方なんかにはね、このどっちかって言ったらデナリとかの方がいいかなとは思ったりするんですけど、まあ、僕はねこう日常で履いていこうかなと思います。特にこういうあのオフィスにねいてる時なんかはね、これ履いときあったかいじゃないですか。だからそういう履き方しようかななんて思ってますっていうのがパンツで、次もうちょっと小物いかしてください。あの3つ目っていうのがね、これも先月の買ってよかったもので出したんやけども、ナンガとスブのコラボスリッパで、これはね何かっていうと、やっぱ夏場ってね、結構気軽にサンダル履いて出かけれるじゃないですか。ちょっとねパートナーとね、あお出かけしようかって、ちょっと買い物行こうかってやるときにさって履いていける靴ってね、なかなか冬場ないでしょ。夏場はねさって履いていくサンダルとかいっぱいあるんやけども、冬場ないな思ったりしたらね、やっぱこれはね結構使えるかもしれません。まあ、ただねどっかでも言ったんやけど、やっぱ滑るからね、ちょっと運動とかには向いてへん。あの気軽にちょっと出かけるぐらいだったらいいんだけども、歩くのもね、あんまり歩く距離長いんやったら僕あんま進める感じはないんやけども、まあ一応今はなんだかんだ言いながらメインで履いておりますわ。これがまあ3つ目。4つ目が何かっていうと、もう一個ね靴、それが何かっていうとズドン、ブーツなんですね。でこのブーツに関しては僕いつ履くのって言われたら、一応ゴアテックスっていう防水のブーツなんですよ。だから、まあ、バイクでね、出かける時なんかはびちょびちょになることもない。もうゴアテックスが絶対濡れへんのもそうやし、それ以外にやったらキャンプとかもそうですね。キャンプとかでちょっといきなり雨降ってきたいう時なんかも OK やし、こう水場でね洗い物とかしてる時に濡れたりしても全然大丈夫で、それ以外にやったらゴアテックスやから風も通らへんのでね、寒さを全く感じんっていうのが足首まであるっていうところで、特に外で使う方なんかにはおすすめかもしれません、このブーツはね。まあ、僕はもともと教習所、バイクの教習所に買ったブーツなんですけども、それがね今現在めちゃくちゃ生きておりますということで、まあ、これからの時期ガシガシ使えそうな、まあったかいというよりかはこうちゃんと守られてるブーツですね。まあ、どっかの動画
でも言ったんですけどね、足元にゴアテックス持ってくるのっていうのはこれもう 100% 正解なんですよ。絶対これをやってくださいって言ってるんですけど、あのまあブーツじゃなくてもスニーカーでもねゴアテックスっていいと思うので、まあそれがいいと。でそれがまあ3つ4ついたらで5つ目いきたいなと思うんですが、5つ目がこちら、ブンレトロ X のベスト。でなんでこれ持ってきたんかっていうと、今この11月にベスト着いひんくていつベスト着んねんと、この時期逃したらもうベスト終わりなんよということでね、まあ、1回ちょっと着てみますけども、12月でもこれできひんでしょ。もうだから今月だけ、今月せえへんかったらほんまにベスト買った意味あんたないよと。なのでね、よく視聴者さんとかでもね、ベストって使うシーズン短いからあんまいらんねんなっていう方も多いと思うんです。でまあ僕自身もね、最近はそうなんですよ。あんまベスト買わんくて使うタイミングないなみたいなことでね、あんまりどうかなとは思ってはいてるんですけども、まあ逆に今でしょと、今ほんまに林先生ですね、今じゃないといつ着るんですかということなんでね、まあこれは一応入れときました。でもう一個ねベスト用意してます。それがねこちらノースフェイスのキャンプシラショートの、ベストバージョンみたいな、キャンプインサレーションかなっていうベストなんですけども、今年の春夏に出てセールにかかってたやつなんですけどもね、このベストもいつ着んのと、もう今着やないつ着んのっていう感じなんですか。でまだですよ、まださっきのレトロ X のフリースのベストよりはこっちのベストの方が使い勝手は良さそうっていうのも、なんでって言うとやっぱあったかいからね。けどさっきのフリースのはね、暖かさそんなないから、ちょっとどうやって着ていいんかあんま分からへん。あのよく女の人が着てる毛皮のベストとかあるじゃないですか、あれいつ着んのと。あ、寒い時に着たらあれだけじゃ寒いし、暑い時に着たらモワモワしてて暑いんよと、あれいつ着んのと全く一緒でね。まあフリースのベストはちょっと着づらいかもしれんけど、まあこっちの方やったら全然まだ着れるかもしれません。まあそれこそね、こんな感じでパーカーに合わせちゃえばね、これから先ちょっと夜肌寒くなってきた時なんかは多分こういうスタイルちゃいます。あ、肉厚のパーカーにこういうベスト、ダウンベストを入れていくというようなスタイルですね。そして次がですね、まあフリース、まあ11月はもう本格的にフリースの時期になってくるんちゃいます。僕はもう毎年冬になったらねずっとフリースよく着てるんですけども、まずこれがパタゴニアのレトロ X じゃなくて、R2 ですね。なんか噂によるとこのフリースってもうなんかなくなったんかな、ちょっと僕はあんま分かってないんですけども、なんかそんな噂をちらっと聞いたことがあるんやけども、まあこれはね去年も結構使ったんで、今年もまあ使うんちゃうかなとは思っております。でね、もう去年使ったやつも今年で出してもあんま思んないなと思ったから、他のやつはねちょっと一回今回出してないんですよ。だからこれだけは一応出してるけど、ほんまはねこれも入れたかったんですよ。エクワックスもね入れたくて、もう絶対これも使うのは分かってるんやけども、まあそればっかり入れてても面白ないから、ちょっと新しいのも入れていこうということで、次ねこちらデナリジャケットです。まあデナリジャケット自体はね僕持ってるジャケットやからそんな新しいもんではないんやけども、こう生地がね新しくなったでしょ。でまあリサイクルフリースというんかな、なんかそういう感じで、嫁曰くフェルトって言ってましたけど、このフェルトっぽい感じのね質感っていうのが、まあどんなもんなんかなとかって思って、まあ着ていこうかなとは思ってます。まあ特にこれとかやったらあんま風のない時がいいかな。ちょっとまあ気温は寒くても今日あんま風吹いてないなとか、あとまあ1日外出るとかやったらちょっと向いてへんかもしれないんです。だからショッピングモールの中とかにおるとかやったら全然これでね、車で行ってでショッピングモールの中ずっとこれでおったらちょうどあったかいし、ちょうどいいなんていうの、ロンティーにこれ1枚やったら動きやすいしね、あのかさばなんかええかなということで、まあ、そういった使い方ができるようなフリースかなと思います。そして次がね、イオンモールもいいんやけども、ちょっとこじゃれたカフェも行きたいってやっぱ彼女も言うでしょ。でその時なんかはね、もうちょっとあんまロゴのないやつ、ノースフェイスでもロゴのないやつの方がね、あのカフェとか向いてるから、まあ、こんな感じでね、オッケーオッケー行こうかーって、じゃあさっと行くわーって、このフリースだけさっと羽織ったらね、あれなんかちょっといつもと違うやんと。でたまにこう腕とかヒュッてまくってあげたらね、あらなんか素敵な感じじゃないのと。で腕に、まあ、できるだけですよ、血管を寄せてあげるんですね。その時はこうギューってこう血を止めてあげて、血管が浮き出るようにしてあげて、で彼女の前でわざとこう血管を見せるんですね。でそれが、まあ、このバーサミットの着方にはなってるんですけども、まあ、そんな感じでね、カフェとかで着れるっていうのがこのジャケットかなと思います。で次は逆に1日外出てますと、紅葉見に行ってるし観光してるんですと、まあ、これからね緊急事態も明けたっていうことでね、ちょっと旅行で外出かけるんですわいう人なんかはね、しっかり暴風対策した方がいいからね、そんな方なんかはね、どっちかっていうと今から出てくる暴風ジャケット系の方がねいいかなと思うんですけど、まあ、僕もね外でずっとおるんやったらそういうの着るんですけど、これはレトロ X ですね。やっぱレトロ X はベストよりも長袖の方が僕は好きですね、個人的にね。もう最大限このスペックを発揮してくれてるなってこう感じるんで、こうレトロ X のジャケットがめちゃくちゃいいからって言ってベストにはあんま進まん方がいいかもしれない。まあ、僕はあんま進みたくないんですけどね。暖かさとか求めはるんやったらベストの方は別になくてもいいんかなと思うんですけど、ちょっと紅葉行こうかとかいう時にはいい
かもしれません。ただこのレトロ X のベストってね、僕個人的にはこう旅行行く時とかやったら新幹線とかやったらいいんですけど、車へとねちょっと運転しづらい、あの動きづらいからね、ちょっとこれどうなんかなとかって思うから、車移動される方はちょっと違うジャケットの方がいいかもしれんけども、まあ、新幹線もしくはバスで移動する時なんかね、ずっとこうやってたらいいだけやからね、まあ、何のジャケットでもいいし動きづらさとか関係ないんやけども、そういうところでモコモコしてるがゆえにちょっと動きづらさがあるというところがあったりはするんですけども、まあ、こんなも着ようかなとは思ってます。そしてね次がね、まあ、サクッと紹介させてください。これ別にどこにも売ってるやつじゃないからね、紹介させてほしいんですけど、今月ね広島とか岡山の方にちょっと旅行というか行くんですよ。でそれなんで行くのって言ったらね、ここのねデニム作ってる生地のね会社さんにご挨拶しに行くんですけどね、これ今ちょっと経年変化してきてるの分かります？どんどん洗ったりしてるからね、経年変化してて、もともと結構暗い色やったんですよ。それがね経年変化してガシガシ着ていってるし、防風のねデニムのジャケットなんですけど、どんどん使えば使うだけ色が薄くなっていくというようなねジャケット、ちなみにマウンテンジャケットをベースに作りました。だから結構高めのね首のね襟元になってます。マンジャケットね、まあ僕好きなジャケットだからね、実は次にも紹介するんですけどもね、マウンテンジャケットもね結構ね首元高いんですよ。まあそんなジャケットですね。まあこれはね僕が作ったやつで売ってないんでね、ここで紹介してもしゃあないけども、こんな感じで経年変化してますよというところで、まあ一応来年に販売する予定なんで、また楽しみにしておいてくださいということなんですが、まあこれがですよね、次のやつラオジャケットで、このラオジャケットは、まあ、僕はねずっと進めてはいてるんですけども、全天候いける、雨でも嵐でも何でもかんでも全部いけるし、なんやったらちょっとしたその辺の公園の遊びとか子供と遊ぶっていうのもいけるし、なんやったら何日間かお泊まり1週間ぐらい泊まりで国内旅行行くとかっていう時も使えたりするし、まあ何しかこれ持ってたらね、チャリンコでもいけるしバイクでもいけるしね、まああかんことないからね、まあ別にいいんかなと思うんですけども、さすが僕のラオジャケットですよね。これ僕のねほんま私物なんですよ、プライベートの私物なんですけどね、どっか戦ったんでしょうね、壁とかどっか擦れたんでしょうけど、それでなんか破れてますわ。でこれ実はね買ってすぐなんですよ、1ヶ月ぐらいしたらねもうこんなことになっててね、なんでこうなったか僕は覚えてないし、なんでこうなったか知らないんですよ。もう3年ぐらい前の話だからね、あんまよう分かってないけども、まあ、こんなことになってますわ。ちょっと破れそうにはなったけど、さすがラオジャケットギュッて止まってますわ。まんまねこういう細かいこと僕あんま気にせえへんからね、あこんなことになって経年変化してんねんなとしか思ってないんですけどね、まあ、経年劣化というかな、そんなところです。で次がですね、とは言いながら寒い時あるでしょ、僕朝晩とかねもう無理なんですよ、フリースとかだけじゃよう無理やからね、そんな時はこういうなんかインナーダウン的なちょっと薄めのね中綿入りのやつを着てます。でまずよく着ると言ったらこれですよね、アトム AR フーリー、冬の万能ジャケットですよね。僕もずっと言ってるじゃないですか、もうはっきり言ってね、冬場っていうか、まあ、こうやってちょっと寒なってきた時期なんかはね、このジャケット全部いらんくて、これ一着だけあったらいいっていうぐらい、まあ、僕は寒がりやからね、これは結構重宝します。ただまあやっぱちょっと日中は暑いからね、これでたまにチャリンコ乗ってね日中ガーってちょっと銀行回ったりとかするんやけど汗だくになるから、さすがに日中はちょっとまだ早いかなと思ったりしますけども、まあ、これからねどんどん出番は出てくるようなジャケットかなと思いますので、アトム AR フーディーで、まあ、フードがないバージョンの方が重ね着とかはしやすいと思います。まあ僕もフードのやつ買っちゃったからねあれやねんけども、そんなことで、まあ僕の視聴者さんもね、今年アトム AR フーディー買いましたっていうのと、あとヌプシ買いましたってめちゃくちゃ聞きますね。まあそれを買っていただいてもね、特に僕案件でも何でもないから、僕のところに入ってこないんで、ちょっと残念な気持ちではいてるんですけども、次に行きたいなと思います。次ラストですね。次のラストっていうのがモンベルです。でこれはイグニスダウンパーカーって言ってね、唯一僕が持ってる数十個のジャケットの中でも唯一1000フィルパワーという、もうめちゃくちゃ高スペックな綿が中に入ってるんですけども、まあそんなジャケットです。まあ今時期とか言ったらねこれ一着とかいいかもしれないですね。ちょうどゴアテックスのインフィニウムっていうのが使われてるから、ほんまに風とかも全く入ってこうへんし、でそれでもって小雨ぐらいやったら全然対応できるし、なおかつ運転とかもしやすい、もう肩とかも全然動きやすいし、この生地自体がね快適性を考えられて作られてるから、こう動きづらさみたいなのはないんですよね。だから結構動きやすくて、まあ子供のなんかスポーツがいいかもしれないですね。子供僕もしサッカーとかしてるんやったらこれ着ていくかもしれないです。ほんならまあ多少の小雨でもいけるし、さっきのアトムはね小雨とかはまあいけんことないけど、そういうことはもともと書いてないんですよ。だから撥水スプレーとかしてあげたらね多少撥水するやろうけど、これも生地自体がね多少の小雨いけるようになってあるから、どんだけ洗ってどんだけ洗濯したりしても全然使えるってことで、でなおかつ1000フィルパワーということなんでね、まあこれ洗うことはダウンやからできひんけど、まあ、このクオリティでね普通のブランドやったら大体10万は超えると思います。
。最近それこそ出たホワイトマウンテニアリングとかやったらね、大体これぐらいのスペックやったら10万は超えてくるような感じになってくるんですけど、まあさすがモンベルですよね。これ3万円ぐらいで、3万なんぼで売ってるということで、まあ破格ですよね。まあなのでこれぐらいの時期にちょうどいいと思います。ただこれより寒くなってくると、これの使い道で次ないんですよ。なんでてね、これインナーダウンとして作られてるわけじゃないから、こっから次上着ていこうと思うとね、それ用に作られてないから、いちいちベルクロ止めたりしゃあなあかんし、ドローコード引っ張ったりするのがね、まあめんどくさいじゃめんどくさいんで、時期的にもね、まあ今時期って感じですかね。まあそれがこの、イグニスダウンパーカーということになっております。はい、ということでね、まあ今月こんな感じで着ていこうかなと思ってます。ちょうど時期的にも、まあ僕あんま好きじゃない時期に入ってきてね、寒い時期ってあんま好きじゃないんですけど、まあこうやってね、いろんなアウターというか、もう正直言ってギアみたいな感じじゃないですか。こう性能とかスペックとかね、そういうのを加味しながらその天候に合わせていくみたいなことでね、まあ、男の人はそういうの好きやと思うんですけど、女の人はそんな興味ないからね。いやそんなことどうでもいいけど、なんか暗い色並んでるなぐらいしか思わへんけども、いや男の人だったら今の話聞いてもらってて、ね、うわ分かるわとか、あ俺もそうそうそうっていう感じだと思いますので、まあ、今日この辺で終わりたいなと思います。ということで本日はですね、11月に着たい洋服14個かなを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。